2013年のホワイトターフさんも、リッツ競馬場は、スイスのサンモリッツにある競馬場である。凍結したサンモリッツ湖畔の表情へ、クッション層として、圧縮雪を敷き詰められることにより誕生する時期、限定の特殊コースであり、その特殊性ゆえに競争は、例年2月の第1、第2、第3日曜日のみ行われている。同競馬場のコースはその外観から、 ホワイトターフとも称される。コース上では、平地競争のほかトロッティングも行われる。この他にも、この地域特有の競技形態である、スキージョリングも実施される。スキージョリングは、第1回から現在に至るまで行われている。過去には障害競争も行われていた。ホワイトターフは1907年に、初めて開催される。例年の観客数は、 毎年約3万人に及んでおり、2013年度の開催では過去最高の3万8000人の観客が訪れた。開催にあたっては、例年主催者サイドが世界のトップジョッキーへ参戦を呼びかけており、2013年度はミルコデムーロやエドワード・ペドロザが参戦した。また、2014年にはレスター・ピゴットが観戦に訪れた。 出走馬は地元スイスの他にドイツ、フランス、ベルギー、ハンガリー、イギリスといった欧州各国からも参戦する。第1週、第3週の中1週ペースで出走する馬もいれば、3週、すべてに出走してくる馬もいるという。ホワイトターフにおける競争は、賭けの対象にもなっており、2013年度の開催売り上げは28万2145。 スイスフランを記録している。賭けは現地でパリミューチュエル方式で行われているほか、イギリスのブックメーカーも引き受けている。雪上という特殊な路盤で行う競技のため、出走場には通常のレースとは異なる特別な停鉄を装着させる。構造としては、U 字型停鉄の両端部とコーナー中央部の計算箇所へ突起物を設けることにより、 通常装着させる停鉄に比べて路板へのグリップ力を高めている。停鉄職人によると力がいるとはしながらも9割の馬は問題なく走ることができるというコースの建設にあたっては12月から数週間を費やして実施される。周回距離は1周線200メートルで設定されており競争中の一層に対する安全対策の一環として コース福音を大きく取っている。2014年の開催では、ババの氷が所々溶解して出走馬がくぼみに、足を取られて転倒するなどのアクシデントが、相次ぎ、3日間で21競争を計画していたが13競争しか実施できなかった事例もある。その他過去にあったトラブルでは、競争中に一掃してしまう馬が、時折発生したり、 路盤の氷が割れてしまうトラブルが発生したこともある。ありがとうございます。